こんにちは柳田理香の一日一科学シーソーは交代で地面を蹴って高く上がったり降りたりする遊具ですとても楽しいですが大人と子供のように二人の体重が大きく違うとシーソーはうまく動きませんこんな時はどうすればいいのでしょうかこれは シーソーの様子を描いた絵です白が右側の人が上がったところ黄色が右側の人が下がったところを描いていますシーソーは自分が降りることによって相手を持ち上げるわけですねこの持ち上げる力は体重が重い方が強くなりますそしてもう一つ大切なことがあります シーソーの中心を支点と言いますが支点からの距離が遠いほど相手を持ち上げる力は強くなるんですね。ですから体重の軽い人もなるべく後ろの方に乗るようにすれば相手を持ち上げることができます。また体重の重い人は前の方に乗るようにするとシーソーはうまく動きます。 今日の一日一科学、シーソーでは持ち上げる力は視点から遠いほど強い。もしとっても長いシーソーがあれば、小学生がお相撲さんを持ち上げることもできるわけですね。また明日。